知事は助太郎、知事は助太郎は、日本の建築家、建築学者。戦前台湾に渡り、台湾先住民の住居を研究、再現するなどの功績を残した。台湾時代の教え子に、格森輪らがいる。佐賀県出身、名古屋高等工業学校建築家を卒業後広島、名古屋、宮崎などの旧西中等工業学校で教鞭を、取った。 1925年に台湾に渡り台北州立台北工業学校建築学科の教員になった。1930年に台湾建築会に入会し会長の井出ると共に台湾建築会士の編集を担当した。1940年2月から1940年5月までは台北州立台北工業学校の第6代校長を務めた。 その後1944年から1947年までは台南工業専門学校建築学課長として教えていた。1947年に228、事件発生により日本に帰国した。台北工業学校時代には台湾先住民の住居を詳細に記録し、また調査のため登山家としても活動していた。 帰国顧問部省教育施設部九州出張所所長に任じられ、また九州の大学校舎の設計も行った。1960年には台湾高砂五族の住家を丸前出版から刊行した。1962年にこの本によって九州大学の工学博士号を授与された。1966年に退官後、 九州産業大学の学長に就任した。1983年に台湾の南投げ県実月丹旧族文化村で先住民の住居を設計した。1991年に福岡市内で死去。助太郎のこの知事和力は現在日本の台湾原住民族との交流会の世話人代表を務めている。2006年には 台湾の南投げ剣術月丹旧族文化村で知事は助太郎を紹介する特別展覧会が開催された。2009年には国立台北科技大学に知事は助太郎を記念した博物館が設置された。ありがとうございます。